肺炎球菌ワクチンとは、最近である、肺炎連鎖球菌に対するワクチンである。このワクチンで、肺炎、髄膜炎、肺血症の予防ができる。肺炎球菌ワクチンには2種類あり、一つは、結合型ワクチンで、もう一つは、多糖体ワクチンである。投与法は、筋肉内注射、または、皮下注射である。世界保健機関は、 結合型ワクチンの子供への定期的予防接種を推奨している。また HIV、AIDS の人にも勧められている。3回から4回の投与による重度の症状の予防効果は71%から93%である。多糖体ワクチンは健康な大人への投与が効果的であり、2歳未満の子供や免疫機能の低い人への投与の効果はない。 これらのワクチンは安全である。統合型ワクチンの投与後、約10%の赤ちゃんに戦士による赤み、発熱、睡眠の変化が見られる。重度のアレルギーは非常に稀である。最初の肺炎球菌ワクチンが開発されたのは1980年代である。このワクチンは世界保健機関の必須薬品リストに記載されており、医療制度において、 必要とされる最も効果的で安全な医薬品である。開発途上国での2014年の卸売価格は1投与およそ17ドルベドルである。米国では1投与25ドル100ドルベドルである。1927年米国メルク社によって開発が開始され、1940年6日の肺炎球菌ワクチンが実用化された。1960年代以降、 ペニシリンに薬剤耐性を示す肺炎球菌が出現し、1977年、アメリカで14種類の胸膜多糖体を含む14個の肺炎球菌ワクチン PPV14 が承認され、1983年に23個の PPV23 となった。日本では PPSV23 が1988年に承認、2014年10月1日より、 65歳以上の成人などを対象とした定期接種が開始された。一方、従来のポリサッカロイド肺炎球菌ワクチンでは、小児では実用性がないが、皮部ワクチンで初めて実用化された抗原タンパク質を結合させる結合型ワクチンによって、これが可能となり、小児用の結合型肺炎球菌ワクチンが登場した。二千年にはアメリカでは、 7つの血清型の肺炎球菌を標的とする小児用の PCV7 が認可され、この型の感染が集団的に減少した。日本の PCV7 の導入は2010年であり、2013年には PCV13 となった。日本では小児用肺炎球菌ワクチンの販売会社であるワイス社は2007年に承認申請を行い、2008年にも 同社のワクチンメディカルマネジャーである中村美智子が肺炎球菌ワクチンと皮膚ワクチンとで細菌性、髄膜炎を予防できるとして日本での導入を訴えていた。2009年に PCV7 が承認され、また皮膚ワクチンは2007年に導入され、島という条件が適した北海道での調査では2011年末までには髄膜炎の減少は観察されなかった。13 ワクチン7種類の血清型を対象とする7カワクチンによって新種性肺炎球菌疾患が引き起こされる割合は2007年時点でアメリカでは83%とされ一方アフリカではもっと多様な方が流行しておりまた世界保健機関は13の血清型で各国の平均は70から75%とした2013年の国蘭共同計画レビューでは 新臭性肺炎球菌感染症では予防効果が認められ、非新臭性肺炎球菌性肺炎とすべての肺炎では予防効果はあるが、証拠の信頼性は低く結論を導いていない。薬剤体制を持つ菌の出現する可能性やワクチンに含まれている方以外の感染が増加するという血清型痴漢の現象が観察されている。フランスでは、 初期の接種率の低さと形感もあり、PCV7 導入後の随幕炎と新臭性肺炎の減少は31%と14%であり控えめであり、PPV14 導入後接種率は効率であり、それぞれ20%、36%減少し、地域性肺炎も36%減少した。欧州において、高齢者では PCV23 の導入後も、 肺炎球菌による地域性の肺炎は生じている。小児期の PCV13 の導入後、英国での成人におけるワクチンに対応した方の肺炎球菌性疾患の罹患者は確認され、依然として高い負荷がある。痛み腫れ、発赤は PCV13 接種者の約半分まで生じ8%は重篤である。臨床試験では38度以上の発熱は、 24から35%に生じている。熱性経攣は、PCV13 で6000から8万3000人に1人、同時にインフルエンザワクチンを接種した場合で、2000から2万1000人に1人。ありがとうございます。